武田クリーニングです。本日ご紹介のアイテムはカーディガン、でございます。薄手の夏物というか春夏物のカーディガンのような羽織物、まあ、秋も着れるんでしょうけど色目がですねちょっと秋よりも春夏かなというふうに思ったんですけど、素材はですねレイヨン 47%、 綿 37%、 麻 16%、 お洗濯液表示ドライクリーニングのみになっていて、水洗いにバツ印がついております。いつ何がついたのかわからないんだけれども、シミがあるというふうなところでですね、この袖の部分こちらにですねドット状のシミがポツポツとございます。多分飲食に伴うシミがですね時間の経過とともに酸化してしまったのではないかなというふうに思うんですが、こうなってしまいますとですね、通常の石油系の有機溶剤を使ったドライクリーニングの全体処理で一網打尽に丸洗いしたら全部きれいになった落ちたなっていうふうなことがもうないんですよ。なので、部分的にシミ抜きをするかウェットクリーニングをするかっていうふうなところになるわけなんですが、水洗いをしてダメだよというふうに書いてあるお洋服素材にですね水洗いをするというふうなことで言えば、このカーディガンにはふさわしくない作業内容になってしまうんですが、お客様このシミのある状態では着られないというふうなことなのでですね、慎重に作業してみたいと思います。はい、カーディガン仕上がりました。いいですね、仕上がりもいいです。袖のここシミがあったのがすっきりと綺麗になっております。全体的なお色もですね、変わってない、シミを抜いたところだけちょっと白っぽくなっちゃったなんていうようなこともなく、すっきりと綺麗にすることができております。お色、質感、風合い、そしてシルエット全く問題ないですね。はい、綺麗になりました。またね、しまい洗いしていただいて、来年の春になったらねちょっと肌寒いなって時に羽織るのにはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。それではまた次のシミ抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。ありがとうございます。